共産党は、サンマリの共和国に存在したマルクスレーニン、主義政党。この項目では、サンマリの共産党の流れを組む、サンマリの共産党及びサンマリの共産党再建派についても述べる。1947年に自由選挙で初めて政権を獲得した。周囲を囲むイタリアにある、イタリア共産党の影響が強く、資本主義体制の国家においては、 同党を抜いて、議席比率の最も高かった、共産党である。後年は、キリスト教民主党と共に連立政権を組むことが多かった。ユーロコミニズムやイタリア共産党の改祖時を一にし、社会民主主義政党となった。その際に、イタリア同様、共産党再建派と分裂した、民主進歩党、民主主義者党へと改名し、現在に至る、連立与党である。 サンマリノ共産党は1968年に結成された親中国共産党の毛沢東主義政党である。その数年前にサンマリノ共産党から分かれて組織されていたサンマリノマルクスレーニン主義運動によって設立された。議会選挙は1969年と1974年に参加し議席を得ることはできなかった。 三割の共産党の解組の際に分裂した政党、ありがとうございます。